こんばんは。京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美です。皆さんはいろんなニュースですけれども、新聞とか、あとはいろんなこうスマホの検索とかでいろいろね、みんな見ておられると思うんですけど、今日はヤフーニュースに載っていた、とっても皆さんにお伝えしたいなと思う情報、ここでちょっとご紹介したいと思います。今配信は、5月の多分10日過ぎぐらいになるかな、予約投稿していますので、ちょっと後になると思いますけれども、このニュースが出ていたのは4月30日ヤフーニュースに載っていました。でこのヤフーニュースも開けるタイミングで朝見たり昼見たり夕方見たりで、名前がね、このタイトル、ニュースタイトルっていうのがこうどんどん変わっていくので、そのタイミングでもし見逃してたらもったいないなと思った、みんなに聞いてほしいなと思う内容だったんです。どういうことかっていうと、まずそのタイトルですけれども、ハーバード大学の75年間にわたる追跡調査によると、ハーバード大学です、それも75年間です。人間の幸福と健康を高めるたった一つの方法が分かったって書いてありました。人間の幸福と健康を高めるたった一つの方法、一つしかない、では何でしょうか。そのまま読んでみます。幸福で健康な人生を歩むにはどうすればいいのか。言語学者で明治大学教授の堀田修吾氏は、ハーバード大学の75年間にわたる追跡調査によると、人間の幸福や健康は年収、学歴、職業と直接的には関係ない。関係があったのはいい人間関係だったという。でここで注釈が入っていまして、本校は堀田修吾が最先端研究で導き出された考えすぎない人の考え方、サンクチュリアリ出版の一部を再編集したものですと注釈がついています。この堀田修吾氏、どんな人なのかなと思ってちょっとこうググってみました。もしよかったら皆さんもね、見てください。すごいこう男前の若い、あ、こういう方言語学者なんだっていう、こう昔のイメージの、なんかこうおじいさんっぽいとかひげ生やした人とか、そんな感じではなくって、もう今風のイメージのような方でしたよ。そしてどう書いてあるか、今からいきます。人間の幸福度は年収、学歴、職業では決まらない。人の悩みの 90% は人間関係である、なんてよく言われますが、このことにまつわる研究があります。本当に 90% かな、100かもしれないぐらいだと思うんですけれども、ハーバード大学が進めている成人発達研究の調査として、ベイラントらが起こったもので、ごめんなさい、ベイラントらが行ったもので、ハーバード大学卒の男性たちとボストン育ちの貧しい男性たち、この2つのグループ約700人の追跡調査をしました。すごい人数、700人。そして追跡調査。この研究のすごいところ。その追跡期間です。さすがアメリカです。なんと75年にわたって対象者の幸福度と要因について調べていったのです。心理学っていうところがすごく進んでいる、カウンセリングがすごく進んでいるそのアメリカっていうのは、幸福度、そういったものを常にこう研究し続けている方っていうのがたくさんおられるんですね。この長い研究の結論はこうでした。最初に申し上げましたけど、もう一度聞いてください。私たちの幸福と健康を高めてくれるのは、いい人間関係である。家柄、学歴、職業、家の環境、年収や老後資金の有無といったことではなく、
人間の幸福度、健康と直接的に関係があったのは、断定しています。次です。人間関係だったという結果になったのです。これは歴史から作り上げた本当のその実証っていうところではないかな。信じていいんじゃないかなと思います。しかも、まだ続きますよ。友人の人数は関係なく、たった一人でも心から信頼できる人がいるかどうかが重要だということが分かりました。感動しますね。対人関係がうまくいっている、または信頼できる人がそばにいる状況では、緊張がほどけて脳が健康に保たれる、心身の苦痛が和らげられる効果が見られた。一方、孤独を感じる人は病気になる確率が高く、寿命が短くなる傾向も見られました。寿命っていうのは自分で決めることができませんけれども、そういった孤独を感じる、そして病気になる、暗くなる、マイナス思考がたくさんになる、そうすると命までが短くなるっていうことが実際にあるという、そういう傾向があるということが分かったようです。つまり、お金持ちになれば幸せであるとか、ステータスの高いパートナーがいれば幸せであるとか、そんなことは一切ないということなのです。これから結婚しようと思っている人、そして素敵なパートナーが欲しいと思っている人、どういったところからその自分に合った、自分が幸せになれる、そういうパートナー、その人、そういう人に出会えるかな、自分が幸せになりたいと思っているんだったら、どういったイメージを持ってそういう人と巡り会えるかな、そこを例えば、この75年間の研究により、これはアメリカだったけれども、アメリカ人だからそうとか、日本人だったら違うっていうのは、この場合はね、違う。もう、ドンピシャで心っていうのは、国を、こう超えても、こういう幸福度っていうのは一緒じゃないかなと思います。ぜひ、自分は孤独だ、自分はパートナーがいない、パートナーはいるけど全然満足できないって思っている方があったら、今日の私のこの YouTube もう一度繰り返し聞いてみてください。そして自分がどんな人に出会いたいなっていうイメージがこう、ね、できると出会える確率高くなると思います。そしてその前に大切なことは、それはここの、ニュースには書かれてないですけど、これは私の言葉になりますけれども、もしそういう出会いが欲しいなって思っている方は、自分がそういう人になればいい、そういう存在になればいい、自分がそういう信頼できる人に出会いたい、心から幸せと思える人に出会いたいと思っている人は、まず自分がそういう人間になればいいって思うことも素敵なことではないかなと思います。今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。おやすみなさい。